おう。棒読みちゃんが反応しないぞ。棒読みちゃんが反応しないぞ。アゾスさん、こんにちは。どうもどうも、シャルさん、こんにちは。あ、棒読みちゃん反応した。よかった。音量は大丈夫かな。さあ、というわけで、今日の夜、忘年会配信やるんで、まあその時に食べるかもしれないお腹に優しい茶碗蒸しをちょっとね、作っていこうかなと思います。おっちゃんのこの形式の料理は初めてですね。アゾスさん、茶碗蒸しケーキ作り。茶碗蒸しケーキ、これね、ゆうさんからいただいたレシピですね。ゆうさんからいただいたレシピで、で具材はシンプルにカニカマとしめじだけにしました。キノコ欲しかったんで、おっちゃんキノコ大好きなんで、にしました。うん、もうこれあとね、今のおっちゃんちょっと何が食べれて何が食べれないのかがよくわかんないから、まあこんな感じでいいかなっていうことでね、肉とかは入れない方がいいからね、多分ね。というわけで、とりあえず卵を3つほど割っていきましょうね。よいしょ。3つほど割って。アゾスさん、グラブルの集会のお供で聞いてるね。おお、はいはい、ありがとうございます。で、なんだっけ？白いやつを取る。白いやつ。カラザって言うんでしたっけ？カラザね。これを、まあ大体で、いいから取っていくらしいですね、これね。これをポイッ。カラザを。よいしょ。うまく取れないよ。ポイッ。よいしょ。まあ後でこすからね。こすからあんまり気にしなくても多分大丈夫だと思うんで。アゾスさん、白いやつだと連邦の白い悪魔か。連邦の白い悪魔か。で、これを混ぜると、これを混ぜるっぽいです。で、ここに白だしを 50cc 入れる。白だし、今回は山木の白だしです。いつもはね、声優の皆様のお墨付きの白だしなんですけど、これで50のところまでね。50のところか。50こんなもんでしょうかね。これ入れると、だ、それから、塩を小さじ1入れる。塩を小さじ1杯入れるそうですね。小さじ。小さじってこの25のやつ ?25 のやつ、ちょっとよくわかんないよ。25のやつね。これでいいんですよね。小さじね。小さじよくわかんないけど、まあ大体こんなもん。これ入れると、で、入れたら薄口醤油ね。おっちゃん住んでるところではあまり使い道のないやつですね。でも結構使ったよ、これ。これちょっとだけ入れる。ちょっと。このぐらい？ちょっとって。このぐらい？ちょっとってこのぐらいでいいの？このぐらいでいいのかな？
で混ぜると、混ぜていく。ここに、水を 450cc、 水を 450cc 入れる。水を 450cc、 まず、まずこれ300ですね。300入れて、あと150ですね。150。アゾスさん、ちょっと派ですね。中身が半分くらいなくなるまで入れることですね。絶対それダメだよ、これ。それ絶対ダメなやつ。はい、これで450入りました。さあ、で、これで液の方は完成ですね。これで液の方は完成。ではちょっと具材を切っていきましょうかね。具材どのぐらい使うか、どのぐらいの大きさに切ればいいか、さっぱりわかんないんで、ね、とりあえずカニカマ、カニカマは美味しいからね、入れるとね。カニカマをちょっと入れていこうかな。カニカマをどのぐらい入れるの？この量だからね、結構入れるよね。アゾスさん、6時台の配信で見てたつもりが寝落ちしてました。寝落ちしてた。カニカマどのぐらい入れればいいんだろう。いっぱい入れたいね。全部入れようか。もうね。ムニコさん、こんにちは。どうもどうも、妹ちゃん、こんにちは。もうこれ全部入れちゃおう。全部入れちゃおう。パソコンのカメラの向きがちょっとあれかな、ちょっといじろうかな、ちょっとわかんないからね。アゾスさん、全部塩分とか大丈夫か？ムニコさん、全部笑。わかんないけどなんとかなるでしょ。だってこれ液がこんなにいっぱいあるから、液がこんなにいっぱいあるからね。だからちょっとお昼に食べる分と、あと夜に食べる分って感じ。これってどういう風に切ればいいの、これ。どういう風に切ればいいの。アゾスさん、白だしも全部入れちゃえ。それは違う。なるほどね。それは違う。白だしはダメよ。白だしは全部入れちゃダメ。よくわかんないからね。ゴミっぽい。このカニカマのビニール取るの好き。これぴょっと取るの好き。ムニコさん、横向きトントンか。横向きトントンね。OK。横向きにして、めんどくさいからもう全部まとめて切れるかな、おっちゃん。横向きにして、小さい方がいいよね。茶碗蒸しに入ってるのって、基本的に小さいものしか入ってないから。このぐらいでいいのかな？このぐらいで大丈夫？このぐらい？もう不安でいっぱいなんだけど。大丈夫？こんな感じ？ムニコさん、いいと思われる。いいと思われる。よかった。じゃあこれちょっと液の方に入れていきましょうね。これね。カニカマ入ります。カニカマ入ります。あとは、ちょっとね。お腹の都合で、おっちゃんのお腹の都合で、何を入れていい、何が食べれて何が食べれないのかがよくわかんないから、とりあえずしめじだけ。これも小さく切った方がいいよね。これも小さく切っていく感じ？小さく切ったら何かわかんないんだけど。ね。アゾスさん、ケンタッキーフライドチキンも入れよ。ダメ。ムニコさん、横向きトントン。横向きトントンダメだった？この白いとこなんかもう何かわかんないもんね。しめじなんなのかなんかはわかんないけど。でも、具が2種類だからわかるでしょ。具が2種類だからわかるでしょ。こんな感じ？横向きトントン。ムニコさん、2ピース入れよ。2ピースやめて。おっちゃんまた救急車で運ばれるからもう今日。ね。
よいしょ。これいいんじゃないですか、これ。いいんじゃないですか、これ。何かわかんない。何かわかんないけど、これ。むにこさん、何それ、笑。何かわかんないけど。あ、岡さん、おー、包丁さばき、素晴らしい。ありがとうございます。何かわかんない白い物体、出来上がりました。これ入れます。これ入れていきます。ハゲの武士さん、ども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 ー。ども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 ハゲの武士さん。さあ、というわけで、この液体を。むみこさん、ニヤニヤしちゃう？わらわら。ニヤニヤしちゃう。やめて。ハゲの武士さん、むみちゃん、叩き込んであげてくだちこれを、まあ、ぐる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 混ぜていくわけですね。パブルね。アゾスさん、キノコの軸の部分は石突きって言うんやで。石突きって言うんだ。へぇー。よいしょ。これはあと混ぜればいいのね。むみこさん、これで正解よね、わらわら。あ、待って。失敗だよ。ダメだよ。卵起こさなきゃないもん。ちょっと待って、卵起こさなきゃないのに具入れちゃったよ。ちょっと待って。ちょっと待って。これで卵を起こさなきゃいけないのに具入れちゃったけど、どうしよう。むみこさん、いいよもう、笑い。いいよもう。もう卵起こさない。アドスさん、そのままごくごく。そのままごくごくする感じ？ちょっとよくわかんない。ハゲの武士さん、栄養。もうこのまま、このままいっちゃう感じ？起こさないで。起こさないでいっちゃう？むみこさん、ちょっともっこりするくらいだから大丈夫。あ、大丈夫。ちよちよさん、こんにちは。茶碗蒸しですか？そうです、そうです。どうもどうも、ちよちよさん。今ね、卵をこす予定だったのに、具を入れちゃったんですよ。どうしようと思って。それでこれぐる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 混ぜればいいのね。で、ちょっと味見して、味が薄いぐらいがちょうどいいらしいんで、ちょっと。あ、いい感じの薄さ。ね。じゃあこれ。茶碗蒸し風飲み物。茶碗蒸し風飲み物。ね。じゃあこれを器に、これさっき椎茸入れてたやつ、生の椎茸、まあいいか。生の椎茸入れてたやつって、これにも椎茸入ってるもんね。椎茸じゃないや、しめじね。もう椎茸かしめじかもわかんないからね、もうね。よし。むみこさん、箸回っててわろた。なんで箸回るよ。箸回るよ。箸は回るよ。混ぜてるから。で、これを、これに入れていくと。入れていくと。入れていく感じね。これ結構な量できますね、これね。もうちょっと入れようか。ね。入れると。で、ででーん。クッキングパパー。よいしょ。下の方をちょっとカニカマをね。よきよさん、出た。クッキングパパ。クッキングパパね。ハゲノブシさん、ありがとうございます。出た？かわいい。クッキングパパね。ハゲノブシさんにもらったクッキングパパのやつでも。これで。ハゲノブシさん、わらわら。お昼と夜の分ですね、これね。うん、これをあとラップをふんわりかけてレンジでなんだっけ、むみこさん、低いやつでタプタプ、わらタプタプ、低い温度。ハゲの武士さん、大切に使ってくれて嬉しいです。いやいやいや、こちらこそいただいてありがとうございます。本当にね、これを ふわっとレンジ。アドスさん、入れすぎだ。入れすぎ入れすぎ、もう入れちゃったよ、もう入れちゃったよ、入れちゃったよ。おっちゃん入れちゃったよ。で、これをラップをして。ちよちよさん、溢れちゃう。溢れちゃう。大丈夫、大丈夫。いけるいけるいける。なんとかなる。こういうの大抵なんとかなるから。多分ね。むみこさん、まるさんち行ったとき、それで何かたあべよ。やめて、やめて。やめて、おっちゃんのこれ大事な料理配信を。ちよちよさん、電子レンジでチン？
そうそうそう、レンジでチンするやつ。羽のぶしさん、食べて食べて。ね、あのレンジの200ワット以下で何分だっけ？何分だっけ？10分ぐらい？確か。アゾスさん、冷凍庫へ。冷凍庫へダメ。羽のぶしさん、ムニちゃん、持って帰ってもいいよ。いや、持って帰っちゃダメ。持って帰っちゃダメ、これ大事なやつなんだから。これね、大事なやつなんだ。これあとはレンジで、10分、あの、200ワット以下で10分ぐらい。やると、完成ということでね。まず、こっちから。ムニ子さん、わーい、と。ちょっとあの、距離的に、ちょっと、マイクと、イヤホンついてるとノートパソコンが冷蔵庫の上から落ちちゃうんでちょっと外していきます。ちょっと一旦ムニ子さん200ワット以下って相当低いな。ムニ子さん、いや湯消し、わら。アゾスさん、周回あと40周、それまでに作り終わるかな？チヨチヨさん、これどうやってカメラ固定してるんでしょうか？マイクどこ行った？マイク、マイケル。マイケル。あの、間違ってました。20分。20分でした、20分。200ワット以下で20分。200ワットで20分。ですね。でも、うちのレンジ、なぜか210ワットなんですよね。210ワットっていう半端な数値なんで、まあいいか。10ワットぐらいね。誤差の範囲。で、20分。チンしていく。っていう感じになります。さあ、っていうことは2つで40分ですね。うん。まあ、今日の夜ね、雑談配信、忘年会雑談配信のおつまみに、の一つとしてね、ちょっとこれを冷やしといて、片方は取っといて、あ、これね、カメラね、100均で買った、やつ、ちょっとこう汚くて見せられないんですけどね、固定するやつがあるんですよ。300円だったっけ？妹ちゃん。妹ちゃんのは500円のやつね。ダイソーで買ったね。それを上につけて。ムニ子さん、そう、どうやって説明しようかと思った。そう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 。そうそうそう。ちょっとこれね、汚くて見せられないんですけどね。ね。チヨチヨさん、上から映せるのすごい。ね。これ便利。便利。すごい便利。ねえ。まあ、汚いけど、ちょっと、映そうか。どうせ汚いしね。どうせ汚いし。汚いのみんな知ってるしね。チヨチヨさん、やったー。ね、見えるかな？ムニ子さん、固定して、スマホ固定してビョーンってなるんだよね。そう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 。アゾスさん、マルさんの頭の上は映さないのでしょうか？なんかいろいろ落ちてきた。いろいろ落ちてきた。よいしょ。こんな感じ？こんな感じ？見えてる？見えてる？見えてる？見えてない？よいしょ。よいしょ。チヨチヨさん、なるほど。見えました。あ、見えた。よかったよかった。こんな感じでね、固定してるんですよ。よいしょ。ムニ子さん、周りがカラフルすぎてよくわからん。カラフルすぎて。そうそうそう。ね。前のレシピ収録で買ったカレーパウダーとかね、いろいろあるからね。
ガーリックパウダーは結構便利。カレーパウダーは使いどころが分かんない。分かんない感じですね。じゃあちょっと一段落したところで一服でもしましょうか。あのこれイヤホンとかなければ洗い物したいんですけど、ね、これがちょっとあるから。おっちゃんタバコどこ置いた？タバコがいっぱい。ユキロさん、ありがとうございます。上からの撮影に困っていたので、やけに高い機材を買いそうでした。笑。危ない危ない。危ない危ない。もう300円か500円でいけますから、これ。ね。まあ、そんな感じでね。よいしょ。うん。またいつものように。アゾスさん、ヨシアと30周。あと30周。周回大変ですね、グラブル周回ね。噂では聞いてるけど。ハゲの武士さん、さすがネットワークマジシャン丸尾さん。何ネットワークマジシャンって、なんだネットワークマジシャンって。よいしょ。ねえ、なんかもう かっこいいんだか悪いんだかね、まあとにかくね、あの機材はいろいろ工夫すればいくらでも安くできるんでね。のみこさん、水道代払ってきましたか？ああ、払ってきました、バッチリ。あと猫のカリカリもと、あとウェットフードもちゃんとしっかり買ってきました。買い忘れは、のみこさん、よかった、忘れなかったそうそう、忘れなかった。買い忘れはね、卵今の3個で終了ですだからね、本当はね、これ終わってから空いた時間に昨日シャルさん言ってたこれですよね、これね、ワンタン、これね。むみこさん、あるって言ってたけど使うんだったね。そうそうそう、むみこさん、それだ、アゾスさん、そうだね。そうだ、これやってる間、レンジやってる間にこれで作ろうと思ってたのに。さすがネットワークイリュージョニスト丸尾さんネットワークイリュージョン、おっちゃんなんかイリュージョンするの？脱出とかしなきゃダメ、脱出とかしなきゃダメ。でこれで作ろうかと思って、名前が進化した進化したたんだけど、卵忘れちゃったから、買い忘れちゃったからできなくなっちゃったんですよ、このワンタンね。じゃあこれ次の機会にね、やりますんで、これ。シャルさんに教わったね。まあ、メモってなかったけど。なんかの。アゾスさん、そのまま食べる？美味しいよ。あ、そのままでもね。ただ、ほらこれ、お腹に大丈夫かどうかがちょっと、ね。むみこさん、賞味期限が切れた頃に。賞味期限内に食べなさい、妹ちゃんは。ダメ。賞味期限内に食べなさい。ね。よいしょ。あ、届いた？妹ちゃん。届いた？なんか、配達済みになってた。アゾスさん、押し入れで寝かせとき。うみこさん、届いた。あ、届いた。よかったよかった。じゃあ、あと、こっそり、旦那さんにね、の枕元に。うみこさん、ありがとう。いや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 。いいんですよ、いいんですよ。ね。旦那さんはね、ほんといい人だからね。まあ、そんな感じでね。ちょっと予想外にね、卵を買い忘れるっていう。のみこさん、押し入れにぶん投げて隠しといたよ。ぶん投げないで、ぶん投げないで。まあそれでね、この時間、待ってる時間やることがなくなっちゃったわけなんですよね。卵を買い忘れたせいで。うん。ちなみに、今日のね、忘年会雑談配信で、まあ、おっちゃんもちょっとお酒的なものを。アゾスさん、もう6時間ずっとグラブルしてるから充電がやばい。6時間。おっちゃんもね、久々にね、やっぱみんなと乾杯したいから、アルコール的なものをちょっと、やっぱ必要かなと思って、ハゲの武士さん、お、丸さんも軽く飲んで、ハゲの武士さん、嬉しいね。むみこさん、料理酒。料理酒は飲まない。ノンアルコール。ノンアルコールですね。さすがに今アルコール飲んだらまた病院に逆戻りする可能性ある。ハゲの武士さん、ガソリン。ガソリンはダメ。燃えちゃうから。ね。これ2つ。
ノンアルコールの2つ。アゾスさん、灯油。灯油ダメ。ガソリン、わら。灯油ダメ。灯油とかガソリンは飲んじゃいけません。ね、よし。この2つね。を一応用意してます。あとは、アゾスさん、レギュラー廃屋軽油で。のみこさん、茶碗蒸しに灯油、ね、車の知識がない人がはよく間違える。軽自動車だから軽油でってね。それの、そのパターンで。えってなる。え影の武士さん、灯油かけご飯、特具。確かにね。TKG だけどね。灯油はやめよ。今年灯油高いし。で、これ卵豆腐ね。卵豆腐。ねえ、いいね、卵豆腐ね。これも声優のやつですね。それから、ねえ。買っちゃいました。贅沢しちゃいました。皆様のお墨付きシリーズの中でもトップレベルに好きなやつ。278円。ハゲの武士さん、あとケンタッキー、ならがないと。あとケンタッキー。ケンタッキーはいらない。あと20周。あと20周。むみこさん、皆様のお。そうそうそう、とろけるカマンベール。これね、なんと、花畑牧場で作ってるんですよ、これ。花畑牧場で作ってるやつ。カマンベールチーズ。でね、カマンベールチーズの、カマンベールの、その、なんだろう。苦手な人が感じる、その嫌な部分。それを、多分、ギリギリまで減らしたらこういう風になるんだろうなっていうような感じだった。食べてみて。だからすごい食べやすいカマンベールチーズ。これおすすめですね、これはね。おつまみに。これおつまみに最高。ね。90g で278円だよ。セレブだよ、セレブ。セレブの食べ物。ねえ、すごいよ、これは。むみこさん、高い高いよ。ねえ、めちゃくちゃ高い。そして、なんと今日の甘いもの、ほら、クリスマスだし、むみこさん、お腹いっぱいにならない。今日ね、クリスマスだから、なんか甘いものなんかないかなと思って探したんですよ。でーん、ケーキはちょっときつかったからね、シュワもちベリーシューですね。今日のおっちゃんのクリスマスケーキは。これ美味しそうですね。なんかね、これね。美味しそうなやつ。シュワもちって、そのシュワが何なのかがわかんない。ね。しかも、93円。値引き品。93円。のやつです。これが今日のおっちゃんのクリスマスのケーキ。っていう感じですね。むみこさん、あと3日はいける。あと3日はいける。これはどうかな？まあ、いけそうな気はするね。3日ぐらいならね。アゾスさん、シュワのシュワハシュワちゃんのシュワだ。シュワちゃんのシュワだったんだ。あ、アーノルドの方ね。むみこさん、わら。アーノルドの方のシュワちゃん。もうそのシュワちゃんか。痛い。あ、音楽止まっちゃった。リピートしてなかった。よいしょ。よいしょ。リピート再生。よいしょ。まあそんな感じで。はい、枠切り替わりました。
お切り替わりましたよ。残っていただいた方々ありがとうございます。残っていただいた方々ありがとうございます。まあそんな感じで、もう本当にあっという間にできちゃってね。これ詳しい作り方はおっちゃん今回失敗しましたけど、YouTube のチャンネルのマルオクッキングの卵回ですね、卵レシピの回の方に、レンジで茶碗蒸し、載ってますんでね、まあ興味のある方はっていうか来てくれる人はみんなおっちゃんよりいるより上手だからねあれなんですけどね、詳しいレシピはそちらに載ってますので、まあレンジでおっちゃん茶碗蒸し大好きだからね、パチパチパチありがとうございます。茶碗蒸しが大好きだから死ぬほど茶碗蒸し食べたいよっていう人は、アゾスさん、はい、ね、ぜひとも見ていただければなと思います。リュウさんからいただいたレシピね。さあどうしようね、出来上がるまで、出来上がりだけは見せたいね。こんなのできましたって、タプタプに入れたやつがね、どうなったのか。あと、こさなかったしね。こさなかったし、タプタプに入れたし、っていうやつが、あと5分ぐらいですね。あと5分ぐらい。もう一服しましょうか。もう一服って気分でもないな。アゾスさん、歌を歌い場をつなぐ。歌う。ね。千の風、千の風はもういいですね。ムニコさん、見たいね。溢れててレンジ前から叫んでる丸さんの声を。やめて。やめて。もう低音でじっくりだから大丈夫なはず。わかんないけど。大丈夫なはず。いけてるはず。ね。まあ、200ワットで20分。18分から20分って言ってたな。210ワットだから20分じゃダメか。18分だから、あとちょっと減らそうか。ちょっと減らしました。レンジちょっと減らしました。ね。これでいい感じになってるはず。なので、バッチリです。ねえ。楽しみですね。今日の夜の。忘年会雑談配信、一体何人のクリぼっちが集うのやら。あとこのスタイルのね、ムニコさんだってちょっと膨らまないっけ、タプタプだったのがワクワクするタプタプ。アゾスさん、ではこの余った時間にもう一品ご支援さん。あ、ちょっと電話が来た。パチパチパチ、ちょっと電話が来た。ごめんなさい、今出れません。拒否った。ムニコさん、はいはい、どうぞ。ね。ムニコさん、出れません。出れません。出れません。出れません、今。まあ、大事な配信中なんでね。ムニコさん、母上様から電話が来たので、ちょっとかけてみてもらっていいですか。ね、なんだろう。ちょっと今、手が離せなくて。あ、ダメか。手離せないから、おっちゃん後から自分でやるよ。自分でやるよ。ね。ムニコさん、嫌です。大事な配信見てるので。アゾスさん、マルさん余ったもので何か作ろう。余ったもの何も余ってないよ。しめじしか残ってないよ。あ、チンってなった。あ、また来た。ごめんなさい。ちょっとチーンってなったんで、ちょっとレンジのとこ行くのにイヤホンとか外していきます。ちょっとすごくない？すごくない？
ごいよ。あげちゃうよ。ウェーイ。あつ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 。あつ。よいしょ。あつ。あつ。固まってるかな、ちゃんと。固まってんのかな。あ、いい感じにできてる。いい感じにできてる。すごい、プルンプルン。プルンプルン。めちゃくちゃいい感じ。ね。ムニコさん、すごー。ね。レンジでこんなに。アゾスさん、それを足に落とすとこまでがテンプレです。ダメダメダメ。せっかく作ったんだから、これ。ね。ちょっと、あ、ハゲノミさんにもらったこっちもちょっと行ってきます。よいしょ。あ、やっぱり時間短くして正解でしたね、これね。210ワットだったからね。1、2分短くしてみました。1、2分、1分半ぐらい。18分の1分半だから、まあ16分半ぐらいにしてみました。210ワットだったんで大正解でしたね、これね。食べなよ。ね。ちょっと味見を。ムニコさん、誰だ膨らむとか嘘ついたやつ、矢印ごめんなさい。わら。誰だ膨らむとか言ったやつ。本当に。もう。いただきます。もう。茶碗蒸し。もうこれまでにないほどの茶碗蒸し。いいね。あ、やっぱカニカマ味出ますね、カニカマね。カニカマはいい。味が出る。アドスさん、マルさんの腹が膨らむさ。ムニコさん、マミーが、海苔巻き持って今から行くねって言ってるよ。わらわら。おぉ、マミーが。じゃあ、というわけで、こんな感じで出来上がったということで。これで、さあ、今日は終了したいと思います。マミーが来るから。ね。というわけで、無事、完成ということで、今日の夜の雑談配信は、これを冷やしたやつをおつまみにしたいと思います。あと、お昼ご飯に1個食べたいと思います。1個は食べれないから半分ぐらい。というわけで、ご視聴コメントありがとうございました。このスタイルの料理配信いいですね、これね。これまたやってみよう。そんな感じで、今日、夜20時ぐらいからね。アドスさん、20時過ぎに参加すると思うよ。ありがとうございます。20時から一応枠開けてる予定なんでね。ムニコさん、お疲れ様、すごかった。ありがとうございます。それではまた、お疲れ様でした。ではでは。